ソン・ヘギョと関連した投稿がネチズンたちの関心を集めている。ソン・ヘギョは常に多くのネチズンの注目を集めてきました。今日、3月5日、韓国のソーシャルネットワークは、女性アイドルの容姿がソン・ヘギョに非常に似ていると言われているとき、ダニエル・マーシュの美しさを比較する投稿で突然爆発した。多くの人は、これがソン・ジュンギの元妻の行方不明の妹なのかとさえ尋ねます。スケジュールによると、今日、女性アイドルのダニエル・マーシュは海外公演の予定があるため、作業中にソン・ヘギョに似た姿をした瞬間を取材陣が捉え、大きな話題となった。今年の3月、ソン・ヘギョはザ・グローリーパート2と呼ばれるプロジェクトでスクリーンに戻ります。これは、最近最も関心があり、議論されているドラマです。この映画は、ソン・ヘギョとイ・ドヒョンの名前をウォームアップするのに役立ち、メロドラマ作家であるキム・ウンスクの変容を示しています。前編が公開されてから現在に至るまで、ソン・ヘギョをはじめ映画に出演した俳優たちの演技に、雨の絶賛が寄せられており、脚本家と監督のストーリー構成も独創的で設定的だとコメントされている。多くの意味のあるメッセージで。ザ・グローリーについて言えば、この映画は残忍な校内暴力の犠牲になった少女の物語です。この人は、いじめっ子の子供たちを教えるために小学校の教師になった後、いじめっ子に復讐することを誓った。ザ・グローリー、デ・ソン・ヘギョは復讐に燃える主人公ムン・ドンウン役を、イ・ドヒョンは複雑な男主人公チュ・ヨジョン役を演じる。映画は3月10日からNetflixで放送予定。